ザーヒリーア図書館は、シリアのダマスクス旧市街にある歴史の古い図書館で、ある。バフリー・マムルーク町のスルターン・バイバルスの霊病を、中心に発展した学院の蔵書が、アラブ民族主義を、原動力に19世紀末に拡充され、図書館として成立した。バイバルスの墓を覆うクッパの天井は高く、ミフラーブなどに、マムルーク町建築の特徴を示す。 ザーヒリーヤの名称は、バイバルスの別名、マリック・ザーヒルに由来する。ザーヒリーヤ図書館の建物は、ウマイヤモスクのバリード門に近いアマーラ地区にある。この建造物は13世紀の建造から19世紀末に、至るまでマドラサ、すなわち、教育機関として利用されており、ザーヒリーヤ学院と呼ばれてきた。ザーヒリーヤ学院は、 バフリー・マムルーク町のスルターン・バイバルスの霊病を覆うクッパ建築である。通常、マムルーク町期の枠符については設定の経緯が詳細には知られていないことが多いが、バイバルスがこの地に埋葬され、その霊病が枠符材として固定された経緯については比較的具体的なことがわかっている。アイコール・ザ・アヒル・バイバルスは歴史的に重要な政治的及び軍事的。 指導者であった。バイバルスはマムルークを支配力の基盤とし、カイロを首都として、エジプトとシリアを長期間にわたって支配したマムルーク朝政権の確立に重要な役割を果たした。1260年のアインジャールートの戦いで、モンゴルの前進を撃退する中心的な役割を果たした後、スルタンの地位へと登った。バイバルスは、 地政中にレバントの残りの十字軍国家に対する一連の優れた軍事行動を展開し、アンティオキアや有名なクラックデシュバリエなどを含む多くの重要な都市や要塞を征服した。そしてその後のこの地域における十字軍支配地の最終的な崩壊への下地を作った。バイバルスは1277年7月にダマスカスの宮殿において、 何者かを狙った毒入りの飲料を飲んだ後に、急死した。バイバルスの死は秘密にされた上で、ダマスカスの城塞に一時的に隠され、同時に、高級的な墓所と18歳の息子の、アイコールサイードバラカへの権力移行の準備が、進められた。イブン・ダワー・ダーリーが伝えるところによれば、バイバルスは、ダーラヤーの町の近くに埋葬されることを望んでいた。ものの、バラカは、 ウマイヤモスクの近くのアイユーブ家のスルターン・カーミルやその弟、アシュラフ・ムーサーの墓があるあたりに埋葬することを望み、そのことをダマスカスの大カーニッツティーム・アイダミルに書簡で伝えた。バラカの命令により、ダマスカス総督のアイダムールは、ウマイヤモスクに近いヤマーラ地区にあるアーディリー・ヤマドラサの裏手に家を購入した。10世紀の詩人の名前にちなんで、アキーキーの家と呼ばれる。 この家は、もともとは、サラーフッティンの父のものであり、サラーフッティン自身も幼少期に、そこで過ごしていた。家は、マドラサと霊廟の複合施設に改築され、バラカ自身が1280年に死去した際には、父のバイバルスと同じ霊廟に葬られた。マドラサのドームの外観複合施設の建設は1277年に、始まったものの、完成までには、数年を要した。 1280年にバラカが死去し、ここに埋葬された時には、まだ未完成であり、新しいスルタンのマンスールからーウーンは、その完成を見届ける必要があった。施設は1281年に完成したと見られ、霊病の装飾はおそらく最後に手掛けられたと考えられている。この施設の建築家は、イブン・ガナイムという名の技術者であり、彼は1264年に、 ダマスカスのバイバルスの宮殿であるカスル・アルアブの建築も担当した。多くの後に続くマムルーク町の寄進財団と同様にバイバルスの霊病とその複合施設は幕府において説明されている複数の機能を果たした。これには2つのマドラサ、ダール・アルイコールハディス、およびスルタンの霊病が含まれていた。複合施設には石の彫刻が施され、 貝殻状の大いで頂点を形作っているムカルナスの広い天外を備えた巨大な門が存在する。これはシリアに存在する、この種の建築物で最も完成されたものの一つと考えられている。また、建物の門とその外装は、アブラックとして知られる暗い石と明るい石が相互に積み重なった層状の構造をしている。今日、門と霊廟は、 この複合施設における最も保存状態の良い部分となっている。霊廟は大きなドームで覆われ、その内部は大胆な装飾が施された下部の壁に沿った大理石の壁板と上部の壁に沿ったガラスモザイクの大きなフリーズからなっている。霊廟のモザイクには霊廟に近いウマイ屋モスクで発見されたより有名なモザイクを連想させる木々や宮殿の景色が描かれている。 しかしながら製作者の職人技はやや質が劣っており、モザイク製作の技術が以前の時代と比較して低下していたことを示唆している。また、ミフラーブも幾何学的な洋上の文様をした大理石のモザイク板の精巧な構図が特徴的となっている。ムカルナスの門である大理石のデード、そして霊病のモザイクのフリーズはバイバルス以降のマムルーク長時代を通じて繰り返し、 用いられた装飾様式であった。19世紀末から20世紀初めにかけて、オスマン帝国統治下のシリアは、アラブ民族主義の時代であった。ダマスクスでもウラマーの有志の中から、自然科学や数学も学ぶ、近代的な学校を設立する運動が起きた。1879年から、このような有志の一人で、当時20歳代中頃の若者であったターヒル。 ジャザーイリーがダマスクスの町に点在する枠付施設各所にバラバラに所蔵されている古写本を一箇所に集める活動を始めた。ターヒルは2453点の写本を集め、ザーヒル・ワイバルスの霊病を中心に発展した宗教複合に不設のマドラサに所蔵させて利用可能にした。当該マドラサには13世紀の設立当初から蔵書があった。サイードバラカの母が マドラサに寄進したものがそれである。マドラサの蔵書はシリア州政府によって認可され、クートゥーバンアイウムミとして1880年、または1881年に一般に公開された。蔵書の拡大には当時のシリア知事、ミドハト・パシャの協力も決定的であったとされる。パシャはオスマン帝国スルターンから直虚を取り付けて、 であるをを別のところに移す権限を得たザーヒリーや図書館はアラブ民族主義の時代のシリア知識人の誇りになった。ターヒルはその後エルサレムでも同様の活動を行いハーリリーや図書館の開設に尽力した。図書館は19世紀後半から20世紀前半にかけて蔵書の収集に力を入れ続け国立図書館となり同じ時期に シリアで進行していたアラビア文学の復興運動の一翼を担った。1919年にはダマスカスのアラブアカデミーにザーヒリーア図書館の管理が委託された。そのコレクションは当時シリアの様々な小規模な図書館に保存されていた原稿や写本から成り立ち、1919年から1945年の間にこれらの蔵書は ターヒルが収集した2453点から22000点に増加した。1949年に出版物の帰宅に関する法律が制定され、シリアで出版されたすべての書籍の2部を図書館に帰宅することが定められたものの、大統領令によって、シリアの著者による出版物の5部を帰宅することが義務付けられた1983年7月まで、 この法律は実施されなかった。この機能はザーヒリーア図書館から1984年にシリアの国立図書館となったアルアサド図書館へと移った。現行、写本部門には1万3000点を超える古典的なイスラームに関する文献が含まれ、最も古いものはアフマドイブンハンバールの金翼の書とファダイルの書である。その他の重要な蔵書として、 イブン・ヤサー・キルによる、ダマスカス氏、イブン・ムハンマド・アル・ハラウィーによる、エール・ジャムベイヤーにあるヤレボーイン、そしてイブン・クタイバによる、ガディーブ・アル・イコール・ハディースがある。2011年現在、図書館には、約10万点の所蔵があり、1万3000点の原稿、写本、および5万点の定期観光物が含まれている。ありがとうございます。